鉱山は中国安岐省にある景勝地。伝説の戦況を彷彿とさせる独特の景観から古代から鉱山を水して山を見たという流れと言われ数多くの文人が訪れた。鉱山は1990年ユネスコの世界遺産リストに指定されたことから始まり2004年にユネスコの世界ジオパーク登録2018年にはユネスコの 生物圏保護区登録もされた。鉱山の名は、伝説上の王、皇帝がこの山で、不老不死の霊薬を飲み、仙人になったという言い伝えに基づいている。真の時代には、三と称されていたが、唐の時代には、現在の鉱山の名前に改められた。峰と雲が織りなす風景は、まさに仙人が住む、世界、仙郷と言われている。多くの文人が憧れ。 水木が監視などの題材となった。鉱山に立ち並ぶ山々は、古生代にできたもので、氷河や風雨による岩石の侵食が1億年に渡って繰り返され、現在のような断崖絶壁の景観が出来上がった。海から流れ込む湿った空気が海抜1000メートル以上の峰々に漂い、大量の霧や雲を発生させている。三種法と呼ばれる、蓮華法。 光明をいただき、天と峰があり、その他六十九の峰がある。そして、光料とした風景を彩る、鉱山松は、岩の割れ目に根を張り、強い生命力を持つとして、尊ばれている。以上の解析、雲海、期末に温泉を加え、鉱山の四世と称された。このことから、天下の名称、鉱山に集まると言われ、古代から中国の人々が鉱山の美しさを、 天下第一と称えている。幾多のスポットには、その独特の発想で、名前が付けられた。この名声に憧れて、多数の文人が訪れ、水墨が監視などの題材となった。東山海は、鉱山を充実した無の世界。あらゆる山水画の技法が、そこから生まれたことがわかると評している。中国人の精神的な寄り所となってきた、鉱山の周辺には、道教や、 仏教の修行の場として多くの寺院が建てられている。鉱山の北に位置する九華山は97の寺院が集まる地蔵菩薩信仰の総本山で、鉱山で修行した僧侶が開いたと言われ、その僧侶が地蔵菩薩の化身であったとの言い伝えから、この地が聖山となった。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。鉱山の名前は、 現在3カ所で使われている。すなわち、1987年に成立した鉱山市、鉱山区、鉱山風景区である。トンケイは、当地の政治経済文化の中心地であるため、多くの場合この地を経由して、湯口に至り入山する。なお、合皮市方面からは、太平から入山するのが、一般的である。トンケイは、航空機、列車、高速道路のいずれかで向かう。 上海方面からは列車で鉱山駅に向かうのが一般的であったが、低い高速道が開通してからはチャーターバスで向かうことが多くなり、高速鉄道の開通後は上海から3時間前後、甲州から2時間前、鉱山内には3つの策道がある。運国2808メートル、高低差773メートル、日本、オーストリア製51に乗り、 多摩平2176メートル、高低差752メートル、オーストリア製6人乗り、太平3709メートル、高低差1014メートル、オーストリア製101人乗り、ありがとうございます。